命に感謝していただきます。今日は思い出すだけでも疲れましたよ。人と地球のこととか環境のこと、人類のことね、喋るとすげえ疲れる。もともと環境のこととか地球のこととかにもともと興味がない人間と喋ると、まあ疲れる。だから俺は何度もその話をやめようって切り出したんです。もうこの話やめようって何度も何度も切り出したんです。でも終わんなかったんです。無駄に、もうどういう話をして、どういう結末になるかっていうのは想像できてるんですね。もうまさに、もうそのまんま帰ってくることはもう、まあ俺の頭のマニュアル通りに帰ってくるわけですよ。ってことはどうなるのかっていうとこまで、頭で行き着くわけですね。だからこの話はやめようって。いくら話してても、理解してもらえないの分かってるから、俺はただ一方通行にこうやって一つの画面を見て喋ってるだけ。それでいいんです。って言った。でも話が終わんなかったんです。僕からすると、普通じゃないことがみんなには普通なんです。もちろんそのみんながその生活してる普通っていうとこにも僕いたんです。だから気持ちがすごくわかるんです。歩いてきた道だからね、そこが。でもその普通の人たちは僕のとこは知らないんです。もちろん理解してくれる人もいるかもしれないけども、ここまで考えてるっていうことは多分わからないと思うんです。だから絶対に話が噛み合わないんです。理解してもらえないの分かってるんです。だから俺ね、喋りたくなかったんです。俺がどれだけ熱意を込めて喋ってもうんともしない人たちいるよ、俺の周りに。でもそういう人じゃないかもしんないじゃん。だから喋りたくなかったんですね。俺がどれだけ熱意を込めて、たくさん言葉を発してるの。普通の生活してる人には、お前大丈夫？って思われる
ぐらいの勢いがあるから、俺はね、そこまではいかなかったよ。かなり自分を抑えた。だから俺もうずっとやめ、もうこの話やめましょうよって何度も言ったんです。今、いい仲間がいんね。その仲間を、この一方通行の話で、失いたくなかったっていうのはありますね。話さなければ、失わない。このままの付き合いをしてたら、いい仲間になるんじゃない。別に仲間を失ったわけではないけども、もう本当にあれぐらい、あんま喋りたくなかったんですね。聞かれたらそれは喋るよ。で、どんどんこう、聞かれれば聞かれるほどどんどん熱が入ってくるから、だからもうこれ以上やめよう、やめようって。普通の生活してる人たちに、聞かれたからいろんな話したよ。世界中では、ライトもないとこで、勉強してる子供たちだっているし、天才ない子供たちだっているし、汚い水飲んで生活し、飲まなきゃ生きていけない人たちだっているんですって。そういう人たちが幸せを見つめて、想像して、生きていきたいっていう言葉がふさわしいんだと。今この世の中に普通にしてる生活の人たちが、時間がない、時間がないって、そんな言葉発してる前にもっと地球に目を向けなきゃいけないんじゃないのって、そういうことも話しました。そしたら、セリさんも普通に戻ればいいんじゃないのって言われました。俺が 好きで、まあ俺のことを知らないからだと思うんですけど、俺が好きでやってるわけじゃないんです。楽な人生ってありましたよ。楽な人生を歩んで、この普通の生活に戻って、楽しく生きる人生って選べたんです。普通に生活してたんです、僕も。そういうチャンスは掴もうと思えばいくらでも掴めたんです。今はその普通の生活に戻らずに、もっともっと自分を追い詰めて、もっともっときついことを、もちろん人に嫌われるの分かってる。不愉快だと思うけど、それでも声を出していきたいんです。地球のために、生命のために、人類がどれだけ地球に被害を出してきたのか、いろいろ見てきて、普通の生活に戻りたくても戻れない。セリさん、ストイックすぎないって。言いたいこともわかる。どういうふうに俺が見えるのかっていうのも俺自身もわかるんです。もともとみんながいたとこに俺いたから、自分がどういう人間か変わってるか、まあみんなから見ると変わってるんでしょうけど、気持ちはすごくわかる。
でもね、見えないとこで理解してくれて、応援してくれてる人もいるし、メッセージもたまに来ます。なんだったっけな、この前来た、嬉しいメッセージ来てたけど。なんだったっけ。少しずつ少しずつ、セリさんを見習って頑張っていきますみたいな、なんかセリさんの考えに、なんかそういう感じだったんですね。だからまあ、そういうメッセージ来た中、発信ね、自分が思うことの言葉を発信してて、まあ、理解してくれる人はいるんだなっていうのも思ったし、もちろんこんななりだから、なんつうのか、説得力ってないじゃない。それはもっとこうやって俺がビシッとスーツ着て、七三でもして、眼鏡かけて、地球のこと勉強してますよ的なオーラ出しながら喋った方がもっと説得力あるかもしれないじゃん。こんなクソな人間がどうだとか、ゴミだクソだとか、ぐっちゃぐちゃね、汚い言葉使って喋ってる人間が、説得力ないじゃん。でもそんなね、計算して作り上げたようなことやりたくないんです。世の中がどれだけクソなのか、人類がどれだけゴミなのか、いろんな災害起きても誰も目向けないじゃん。今日言われましたよ。今回コロナが起きていろいろ人類って気づいてきたんじゃないですか。そういう時が来たのかもしれませんねって。俺から言わすとね、全然甘いね。気づくわけないじゃん。それは言葉に出したり、ブログに書いたり、なんかそういうやつはちらちらいるかもしんないけども、結局元に戻るんです。はっきり言って、影響力が、今回のコロナなんちゃらとかで影響があって、すごく綺麗になってるっていう話はあるよね。もちろんなってるのかもしれない。もちろん地球っていうのは、自然っていうのは、回復力はすごい早いとは私も思ってます。ただ、ここ200年でどれだけ地球に害を与えてきたのか。生命もたくさんなくなってんじゃない。今更ちゃんちゃらおかしいんですよ。そういう言葉を絶対に出しちゃいけない。甘いんです。だから動かなくていいっていうふうになんじゃない。何もやらない奴らがそういう考えを持つんです。俺がね、友達なくしてもいいと思ってるんですよ。俺もごくわずかに友達だっているし、仲間っていうのは。俺はこんな人間だから、違うと思ったことも言うし。やっぱり自分でどっかでなんかこう嫌われてみようっていうしようとする動きがやっぱあるんだなと思うんですよね。こうやって自分をさらけ出したらどう人間って出んだろう。やっぱり人間って一人って楽じゃない。人と関わったりする。やっぱりこう、目の前で俺みたいな考えがあったら、普通の生活をしてる人たちをこう見てると、普通にジュース買って飲んで、ペットボトル買って飲んでって、コンビニストップして買いたいもん買って、もう何でも手に入んじゃん。世の中がすごい見えてくると、やっぱりどうしてもこう、自然に行きたいって、なんか人気からこう離れたいっていう気持ちがどんどん出てくるんですね。だからなんで自分はこういうとこに行き着いたのかって、人にこう聞かれた時にふと、なんでどうやって、何が起きたらそういうふうになったのって聞かれたんですね。
これね、こう答えた。自分でどうなったのかわかんないけど、こうなのかなと思っちゃう。俺は、ハワイにいた時から、山に登ったり、一人でいつも行動してて、まあその時からやっぱり、人と接することのストレスっていうのをやっぱり感じてたんですね。だからやっぱり一人が一番楽だと思って一人山に登ったりとかして、こう自然を見てて、こういろいろ感じるものがたくさんあった。誰もいないとこう風の音が聞こえて、鳥の声が聞こえたり、孤独にはなるんだけど、そこから学べるものっていうのがあった。俺自身が多分どっかで秘めてるものっていうのは、多分ちっちゃくちっちゃくこう炎があったと自分で思うんですね。その性格的なものを。それがどん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 炎が大きくなってきて、山に登って火がもっと大きくなって、動物たちを触れ合ってる間にまたその炎がどんどん大きくなって、その炎がないやつらっていうのも、もう山ほどいいんじゃん。環境だどうだとか言ってる、そんなもう、そんなもんどうでもいいんですよ。だからもともとその炎があったのかなと。で、ただそれがどん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 いろんなことを目にして、自然を目にして、動物を目にして大きくなってきて、で日本に来て、またそれが大きく活発化していき、だから本当にたまたまこのうるま市っていうところに来て、また自然が近くて、なんか、なんかいい環境に来れたのかなと思う。で、今こうやって畑も手に入れたし、これからどんどん大きな変化が出てくると思うんですね。自分の性格もそうだし、あとやっぱり自然の環境の中で海があって、山があって、畑があって、それが全部一つにまとまってんじゃない。なんかこう、あそこで学ぶ、これから学んでいくものっていうのは、まあ、最終地点なのかなっていう気もちょっとありますね。まだわかんないけども、先のことわかんないけども、俺が想像してたものが目の前にできて、これからそこをこう形にしていくわけなんですけど、なんかこう、思いが形になっていってて、でも本当は自分が、本当は自分が思ってるこういう声っていうのを、いつかしっかりした形でメディアでぶちまけたいっていうのは、俺のこの心のどこかでいつもメラメラ、ちっちゃい炎がメラメラ燃えてるんですね。それに対しても、それは地道には動いてはいるんですけど、どこで火が大きくなるかなっていうことは、これからの、どこで起きるかなっていう気はありますね。それは分かんない。突然かもしんないし、1年後、2年後、3年後、死ぬ一歩手前かもしんない。分かんない、何か。でも、俺が形にしたかった究極の自給自足生活までどんどん進んでいってて、そこで得るものっていうのは自分でも何なのかなって予想はつかないけども、何かすごい大きなものはあるだろうとはすごく思ってます。誰も理解してくれなくて、もちろん理解したくないっていう人たちが世の中、多分見てる人たちもそうなのかもしれない。
でもね、なんで俺がそんな、ね、楽しい方向に行けるのに、なんでそういう時間を作るのか。別に俺はこれに対してストレスじゃないんです。ものすげえエネルギーを使ってるのは確かです。今喋っててもものすごいエネルギー使ってるんですよ。俺はね。なぜかっていうと、誰も理解してくれないのに、自分の主張を、熱意を込めて喋ってる自分がすごくエネルギー使ってるんです。そんなことやんなくても畑やって普通に自給自足生活してりゃいいんじゃないのって思うけど、もちろんそれでもいいですよ。でもね、やっぱりね、世の中で起きてることを考えたら、人類がどれだけ普通に生活してることが、地球に、そして生命に、被害を与えてきたのか、与えているのかって考えたら、黙っちゃられないんですよ。地球を守ることって、こういうことじゃないんですか。もし俺みたいな人間が70億人いたら地球変わんじゃない。でもさ、みんなそういう生活したくないでしょう。いろんなとこに旅行行っていろんなもの食いまくってどっかで流行ってるものがあったらそこに食べに行って車走らせて、みんなそうしたいでしょう。何も変わんないんですよ。でも俺はね、チャンスがあるのを指をくわえて見てないです。もちろん、チャンスが来ても、俺が発信しただけで地球は変わんないよ。たくさんの人たち、俺の声聞いても変わんな。例えば、どれだけ有名になって影響力が俺についたとしても、変わんないんです。なぜかってわかるでしょう。人類が愚かだからですよ。それも分かってるんです、それ。それを分かってるんだけど、やりたいんです。例えば、一人でも二人でも、本気で動いてくれる人がいれば、力になるんじゃない。そういう人が自分の子供とか家族とかに伝えていって、もしその人たちが変われば地球のためになるんじゃない。人類って哀れじゃない。地球を支配して好き勝手やってんじゃない。恥ずかしいってことに気づいてやつらってそういないよ。普通の人たちと普通の会話をして、普通の質問を受けて、すごく普通の人たちの気持ちが分かりました。分かってたんですけど、言葉ですごく分かった。改めて。だから俺は、喋りたくなかったんです。そういうことは。
生産がどういう活動をして、どういう気持ちで地球のことに配信してるのか聞きたいですって言われても、喋らない。どうぞ、動画で見てください。疲れる。今日皆さん、楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のためにお願いします。使ってください。地球に耳を傾けるということは、今まで人類が地球に生命に何をやってきたのか、もう考える時が遅いんですけど来てるんです。